皆さんこんにちは。本日は柿内貴文さんのこのプリン今食べるか我慢するかをご紹介したいと思います。この本は後悔しない時間の使い方、さらに言えば後悔しない生き方について考えるヒントが書かれています。時間を考えることは人生を考えること。時間の使い方がうまくなれば、人生もきっと良い方向へ転じていくでしょう。この動画の内容は次の通りです。1、人生は4つの時間で構成されている。2、自分の時間を考える。3、時間は選択が9割。4、人生は立てた予定で作られる。5、後悔しない生き方。ぜひ最後までご覧いただき、時間の使い方を考えるヒントにしていただけたら嬉しいです。それでは内容に進んでいきましょう。1、人生は4つの時間で構成されている。人生のすべての時間は次の4つに分けられるそうです。それは、幸福の時間、投資の時間、役割の時間、浪費の時間です。簡単に一つずつ説明していくと、まず一つ目の幸福の時間とは、やりたいこと、喜びを得られることをして幸せを感じられる時間です。行為そのものが喜びや幸せになる時間です。二つ目の投資の時間は、目的のために努力している時間です。目標達成のためのプロセス時間とも言えます。三つ目の役割の時間とは、やらなければいけないことをしている時間です。家事や雑務、仕事など、自分の役割として費やさなければならない時間や、生活のための行動時間のことです。四つ目の浪費の時間は、無意識に過ごしてしまう、無駄だと感じる時間です。やりたいことややるべきことができなかった時間とも言えます。これらの4つの時間をどう仕分けするかは、人によって異なります。例えば、コーヒーを飲む時間は、コーヒー好きの人にとっては幸福の時間になりますし、ただ眠気覚ましのカフェイン摂取のために飲むなら役割の時間、あるいは無意識にぼーっと過ごす無駄な時間にもなり得ます。また、完全に4つのいずれかに分けられるわけではなく、幸福と役割の両方の時間になり得る可能性もあります。その時間がどんな意味を持つかによって、その時間の価値も変わってきます。また、同じ時間であっても、その時間への向き合い方、意識によって、時間の感じ方は異なってきます。もし幸福の時間を増やしたいと思うならば、意識的に幸福の時間を作る、あるいは幸福だという意識へ転換させると良いそうです。例えば、仕事へ向かう通勤時間は大抵役割の時間となりますが、好きな音楽を聴いたり、本を読んだりすれば、幸福の時間にもできるかもしれません。このように、意識的に時間の捉え方を変換できないかを考えることも非常に有用だと書かれています。2、自分の時間を考える。人間は放っておけば無意識に過ごす時間、無駄な時間を過ごしてしまう生き物です。ここで自分の一日の時間がどのように使われているか考えてみてください。先ほどの4つの時間の配分を考えたとき、どのような構成になっていますか？多忙で時間に追われている人は、役割の時間が多くを占めているでしょうし、ついダラダラしてしまう人は浪費の時間が多く、ついで仕方なく生活のために行う役割の時間が多いのではないでしょうか。さらにここで自分にとって理想の時間配分も考えてみるといいと思います。誰しも幸福の時間を増やしたいと思うのではないでしょうか。理想の配分が分かれば、現実とのギャップも見えてくるので、そのギャップを埋めれるよう意識的に行動も変えやすくなってくると思います。また、感情の乱れは自分の時間を奪っていくと言われています。不機嫌な時間は自分にとって幸福度の低い嫌な時間ですよね。しかし、日常生活の中には、どうしても他人の影響を受けて嫌な思いをする場面、不快な思いをすることも避けられないと思います。そんな時は自分ベースの時間、つまり自分軸で行動している時間を増やすことを心がけてみると良いそうです。自分の時間は自分の持ち物です。他人に侵食されてばかりではなく、自分にとって価値のある時間を生み出すような意識転換をしてみるようにします。例えば、本当はやりたくないけど、上司に言われてやらされている仕事。これをスキルアップのための仕事、自分の評価を上げるための仕事と変換するだけで、時間の価値がかなり高まります。嫌なことがあった時にどう向き合うのかによって、人生は大きく変わっていくのです。3. 時間は選択が9割。ある研究によれば、人は1日のうちに最大35,000回もの選択をしているそうです。例えば朝起きて、すぐ起きるか、もう少し布団でゴロゴロするか、朝ごはんは何を食べるか、どんな服装をするか、書き出したらキリがないくらい選択をしていますが、その都度どっちがいいか迷っていたら恐ろしいほど時間がかかってしまいます。そのため、選択するための基準を明確にしておくと、無駄な時間を減らすことができます。この本では、自分が後悔しない選択をすることが一番大切だと言われています。何かを選択することで、代償を払わなければならないという場面も多くあるかと思います。例えば、転勤を打診された際、本心では行きたくないが、断れば出世できないかもしれないといったケースです。出世が難しくなったとしても、転勤を断った方が心身の負担にもならず、後悔のない選択ではないでしょうか。もう一つは、好きなことを選択することも重要な視点です。上司に飲みに誘われたけど、今日は見たいテレビ番組があるという場合、好きなことを選択せず飲みに行けば、それは後悔にもつながってくるだろうと思います。それではここで、この本のタイトル、このプリン、今食べるか我慢するかについて少し考えてみましょう。目の前に美味しそうなプリンがあるとして、今食べることを選択する場合、今幸福の時間を過ごすことになります。しかし、ダイエットなど目標のために我慢をするという、将来のための投資の時間にするという選択肢もあるでしょう。選択には絶対的な正解はありませんし、人間は得てして正しい選択をできないものです。また、何かを選択するということは、何かを選択しないということの裏表だということについても理解しておく必要があります。このような構造になっている中、常に選択をしていかなければならず、選択しなかったことについて後悔していては、後悔だらけの人生になってしまいます。もしダイエット中に我慢できずにプリンを食べてしまったのなら、後悔ではなく、食べたことの価値を強化するように考えてみましょう。美味しくて幸せになった。SNS に投稿するネタにできそう。食べたからこそ運動するモチベーションが高まった、などです。多少無理やりでも自分が選択したことに対する価値を見出すことで、よりポジティブに時間価値を高めることができるのです。4. 人生は立てた予定で作られる。題の通り、人生は立てたスケジュールでできているのです。著者は手帳を使うことを勧めています。ただし、手帳は単に予定管理のために使うのではなく、人生をデザインするツールとして活用することをお勧めしています。何か大きな成果を出す人は、ゴールイン型でスケジュールを立てているそうです。ゴール、目標を明確にしてスケジュールに落とし込み、そこから逆算して必要な予定を細かくスケジューリングしていくのです。例えば、1ヶ月の予定を立てるとき、まずその月の目的、目標を決め、それを達成するための具体的な行動をスケジュールの中に落とし込んでいきます。その際に大切なこととして、スケジュールには先に幸福の時間を入れるようにしてください。組織や家庭での役割ばかり優先して、幸福を後回しにしないようにしてください。そうしないと、時間は他人にどんどん奪われていってしまうからです。また、忙しさが当たり前の多忙中毒になってしまっていませんか？忙しくしていると、頑張っている感は醸し出せますが、実際には生産性は下がるという調査結果もあります。忙しいという漢字は、心をなくすと書きますし、好きなこと、やりたいことに対して、忙しいはあまり使いません。忙しいことが美徳とされる風潮があるかもしれませんが、忙しく感じるのであれば、それはやりたくないことをしている時間かもしれません。好きなことをしている時間であれば、充実していると感じるのではないでしょうか。一度冷静に自分の忙しさを見直してみてください。5. 後悔しない生き方。1日は24時間ですが、しかし平均的に約8時間は睡眠時間や活動していない時間になります。そのため実際には1日の時間は約16時間と言えるでしょう。1時間は1日のうちの16分の1と考えると、1時間の価値がかなり重要だと思えてこないでしょうか。時間を無駄にしないためには、この認識を持っておくことが非常に大切です。そうは言っても、無駄な時間を減らしたいと心では思っていても、なかなか行動がついてこないという人も多くいるのではないでしょうか。人生の再起を迎えた人が、自分の人生を振り返った時に、後悔することの一つが、やりたいことをやっておけばよかったということだそうです。もっと仕事をしておけばよかったと後悔する人はほとんどいません。人はなぜやりたいことをやらないのでしょうか。やりたいことを先送りにしてしまう理由として、そこまで強くやりたいと思っていないからだと書かれています。やりたいことをできたらいいなというような憧れとも言える感覚として考えているから実現しないのです。心の底からやりたいと思っていればやらずにはいられないでしょう。ただし、もし心からやりたいことがない場合には無理に探す必要はありません。その場合には自分の心が喜ぶ時間を作っていくのが一つの手だそうです。ゆったりくつろぐ時間、散歩する時間、家族とたわいないおしゃべりをする時間など、心が喜ぶ時間は様々あるかと思います。そのような時間が増えると幸福度の高い人生にすることができるだろうと書かれています。時間は常に過ぎ去っていくものです。今という時間は常に最後の今という時間です。時間の大切さに気づきたければ、もしこれが最後だとしたら、と意識的に考え、向き合ってみてください。以上、いかがでしたでしょうか。柿内貴文さんのこのプリン、今食べるか我慢するかでした。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。